東京や大阪の大学生が新潟市西区の黒崎茶豆の農家にインターンシップに訪れました。体験を通じて食品ロス対策などについて考えています。新潟市西区の特産黒崎茶豆の選別、大きさや粒の数などを確認し、中には廃棄されるものも。この作業に加わったのが東京と大阪の4人の大学生です。中身は全然おいしいのに、見た目が悪いとスーパーで売れないから廃棄しちゃうものとかの量がすごくて。今年で3回目のインターンシップ、県と新潟市と農家、企業が連携、食品ロスの削減と廃棄される食材を活用するフードシェアリングについて考えてもらう目的です。いい部分だけではない課題感なんかも知ってもらえるといいかなと思っています。やっぱり捨てられてしまう枝豆っていうものが最後まで商品化されてれば、生産者としても気持ちよく販売できるかなと思いました。このインターンシップは全国で開催されています。10月に東京で報告会が開催され、学生たちは体験を通じて考えた食品の加工や活用方法を提案します。農産物っていうのが地方創生を行う上で一つのアプローチだと思うので、その農産物の PR をしっかりしていけたらなって思ってます。将来食品ロスを削減する会社を自分で作ってみたいなという思いもあります。県や市は地方での経験や企画を通じて地方創生につなげたい考えです。